1人前でお試しください。いや、すごく産業だぞ。というわけで始まります。今日はね、岡山日照に来てます。この近くにね、ちょっとね、変わった自動販売機なのかなみたいなのがあるらしいんで、買いに行ってみようかなと思って今日来ました。ちょっとね、歩くんで、まあ、歩いて5分ぐらいかな、5分ぐらいの距離にあります。それでは始まります。ここをね、左に曲がるみたいです。なんかね、この辺にあるって聞いたんですけど、はい、では早速買ってみましょうかね。1人前でお試しください。激安国産魚ホルモン300円。何が出るかお楽しみに。この中でどれが出てくるということで、ちょっと早速やってみます。はい、お願いします。ちょっと面白いですね。何が出るかお楽しみに。すいません、ありがとうございます。ゲットしました。はい、というわけで行ってきました。ですね、まあこれちょっと家帰って開けようかなと思います。まあなんかグラムはある程度設定されてるぐらいみたいですけど、ちょっとまあどれぐらいの量かもね、中身見えないんで、まあそれを含めてね、開けてみようかなと思います。はい、こちら買ってきた、ホルモンになるんですけど、まあ、なんかいろいろあるみたいですけど、種類は、まあ噂によれば小腸がなんか当たりみたいな感じで言ってましたけど、この当店の、おすすめのホルモンですということです。ちょっと開けてみましょう。解凍方法って書いてますね。電子レンジは加熱すると失敗することがあるので、常温冷蔵庫などで解凍してくださいと、いうことになっています。よいしょ、開けてみます。よし、あ、キツキツですね。結構こんな感じで、なんかもう
パッキングされてます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、回答完了でございます。こんな感じですね。ちょっとね、開けてみましょうかね。海にね、焼肉とか持っていく人はいいかなと思うんですけど、まあ自宅ではちょっと時間かかると。おお、もう一人前ですね、焼肉の。完全にお皿に入れるとどんだけ入ってるかっていうの。おお、いいですね。おっと、1、2、3、4、5、6、7切れ、7切れ入ってますね。はい、問題はここからです。このホルモンはどうやって焼いたらいいのかっていうのは、まあ、こうやって焼く人もいますけど、油のとこからね。実際はこの裏側から焼くのがいいようです。こういう感じですね。ここでね、まあ、読まれる日なんですけど、リオでラムかな、ラムで買った、この豚トロをちょっと投入しようかなと思います。ついでなので結構ね、激安スーパーということで、まあ、時間帯選べばすごい激安で手に入ったりとかあります。いやね、前回なんだろうな、普通にその換気扇がないところでやって、警報器がねなったりしたこともあったんで、これだったらもうちょい強くしてないんちゃう。あ、すいません、とは焼けんのやなって。換気扇いい仕事しますよ、これ。焼肉やレベル以上に火力がね、やっぱりこのホルモンの力で、ここら火が残ってますね。こんな感じになりました。まあ、焼きながら食べたいんですけど、今回はこんな感じでお許しください。うわー、でもね、普通のなんかスーパーで買うホルモンとはなんかいいです、いいかよりいい感じですね、これ。こういう感じでございます。いただきます。うん、あ、うめっ。でもこのホルモンは焼肉屋で食べてるような味がします。味というか感じがしますね。どうなのかなと思います、これ。うん、あ、うめえ、これは。うん、あ、ごちそうさまでした。皆様ご視聴ありがとうございます。今回は岡山市北区大安寺にある神奈川食品さんの有人販売機をご紹介しました。1976年創業のお店で、ホルモンを中心とする焼肉用のお肉を扱っています。ネットでも販売しているようなので、ぜひチェックしてみてくださいね。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。